とうとうやってまいりました、金剛福寺。どうも加藤です。あら、旗用小学校。そうですよ、先々週か来て以来なんで、まあ2週間ぶり。今2時15分です。ちょっとね、やっぱね、ここの場所に来るまでにやっぱ時間かかっちゃうんですよね。なんやかんやら5時間ですよ、福山から。ここの足摺岬の手前まで来るのにね。そういうことなので、これから15キロ、足摺岬まで行ってきたいと思います。それでは、港に出てきました。お、なんか、見よ。足摺遍路道、ちょっと今までのとことは違う感じですね。あ、マジ？砂利道ってそういう砂利道？うわ、最悪。マジか。これ行けるんかな俺。でももう戻れないしさ、あっちまで。ああ、頑張ります。こんな砂利道やだやだ。なかなかの砂利道ですわ。あとゴミが多い。よう、これしょ。まあ砂浜よりマシですね。まだ、まあなんとか歩いております。どこまで着くんや。あっちの奥まで行くんかな。ギャーギャーギャー。今度は山道。頑張ります。はい。ちょっとね、なんとか普通の道に出てきたんですけど、とってもしんどいです。1キロ、1.5 キロか。を50分かかりました。あの道、あの砂利道。山道も含めて、もう山道が一番最後でしたね。で、またこういう風に、こんな道、絶対行きません。なので、普通の道通っていきます。以上です。なんか空に浮かんでるって感じが、僕には見えちゃうな。うん、いいね。何気にこのルートずっと上りなんかな。ああ、いや、ずっとじゃないけど、登ったり下ったりってそういう感じのルートだね今回。だからなんか微妙にしんどいっす。ああ、でも、最初のあそこの、お遍路道は、僕にとってはほんと今回の最大の山場だったと。いうことを含めたらもう、今すごい楽なんですよね。あともう3キロちょっとかな。なので、頑張ります。よし、よしよしよし、あと1キロ。最後の踏ん張り頑張りマウス。とうとうやってまいりました、金剛福寺。あったお寺は5時までなので今もう閉まってますんで、また明日からここからスタートしたいと思います。で、明日の朝、参拝の方したいと思います。長かった。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、一安心しましたね。岩本寺から、ここの金剛福寺、80.4 キロ。
お遍路の、あの、お寺とお寺での最長距離なんですよね、ここが。ここを5日間で行けたんで、はぁ、なんかちょっと肩の荷が降りたのかなと、なんか、で、もうここからずーっと愛媛の方に向かって上がっていくわけなんですけれども、ただ場所が足摺岬なので、それはそれでやっぱりまたまたこっから次の円光寺までが40キロちょっとかなあるんですね。そこが高知最後の38番目かな。なのでここは今回の旅でちょっと行けそうじゃないので、まあ明日どんだけ歩けるかわかんないんですけど、明日ちょっと歩いてみて、んで次回のお遍路ツアーじゃなくて歩き旅で高知を終わらせたいと思います。なのでちょっと明日の朝はあのせっかくなので足摺岬の方も観光して、観光してあしてから歩きたいと思います。明日の距離はだいたい多分13キロぐらいかな。ちょっと今日もう無理したので明日はもうゆっくりしたいと思いますんで、それではまた明日のお楽しみにしていてください。ではバイバイ。